それでは今から久保選手と、まあ僕のチャンネルといったも殴られ屋じゃないですか。もうちょっと一個思ったんですよ、もう格闘界全部制覇したろう思って空手ってそこそこ打たれ強いと思うんですよ、お腹は。なんで、まあ、今ボクサーの方もやりましたし、まあ、K1 木村フィリップみのり選手、福中とはもうこれで名前を打っていくしかないなと、お腹の強さ。今日はそんな感じでちょっとスーパーチャンピオンの久保優太選手に挑んでいこうかなと思います。まあ、でもせっかくなんで、ローキックありでもいいですか。え、ローですか。でも大丈夫です。じゃビビってきたな、どうしよう。まあパンチはやっぱ空手家の意地とプライドで、はい、効いても倒れない。みのりくんの耐えてましたもんね、はい、いやすごかったです。蹴りもやってほしいなと思って。でもその代わりちょっとレガースつけていただいてもよろしいですか。レガースなし、なしなし。もうね、怪我しちゃダメなんですよ。もうね、YouTube 撮影してて思うんですよ。怪我しちゃダメですね。はい。けど、そのギリギリのところを攻めていきたい。ギリギリのラインを攻めていきたい。ギリギリを突破してもらいたい。なかなか絶対やだ。なかなかでも、ローキックどうぞって、こうやってやる人いないです。ないっすよね。相当なド M しかいない。いただきました。まあ、それでちょっと、広めていきたいなと。久保選手の蹴りどんなもんか見てもいいですか。はい、ちょっと怖い、怖なってきた。先輩に戻してますから、ね、ありがとうございます。無理だ、無理レガースいらないんちゃいますか。スラッシーですかね。スラッシーをちょっとね、3回スラッシュ蹴られてあぶね。ザイント行こう、行きましょうか。素ですか。素足っすか。でも素足よ。ちょっと一回レガースありでやりません。一回いいですか。はい。音やばかったですね。無理っすよ。いけるよ。肉食って。肉食いました。肉は食べました。肉食って大丈夫。いや痛いでしょ。ローキックは正直自信はないですね。でも空手家ってみんなド M だから。ド M ちゃいますよ。気持ちいいと久保選手も言ってたじゃん、ボディとローは根性で耐えれる。よっしゃ行こう。キックボクサーはあれですね、アピールしていいですか。はい、キックボクサーってすねめちゃめちゃ鍛えてるんですよ。僕もこのすねをちょっと触ってもらっていいですか。勝った、勝った。何入ってるんですか。これステンレス製とかですか。音の弁慶がもう一回いいですか。音、はい。ゆうとここまで振られて、すげえ素足じゃなかったらどうすんの。これやばいっすね。ゆうと毛、ゆうと黒い毛が。こことかもなんか骨折して変にくっついてなんかボコボコになって、すべすべ肌。そっち。そっちですか。え、なんかここすげえ、ここすごいです。ここ触ってください。もう毛もないよ。毛は脱毛してるんですか。あ、毛は脱毛してるんですけど、でもあれなんですよ、蹴りまくってるんで。あ、なるほど。燃えちゃうんですよね。俺あるんじゃん。あ、でもないですね。はい。これなんかねえな。言うとお前ふさふさやな、毛が。そうなんですよ。黒いな。はい、増毛中です。鍛えてるんですか、すねは。もうあ、なんかすねを硬いサンドバッグとかを、はい、1日500本ぐらい、はい、毎日切らされ続けて、はい、キックボクシングってやっぱりすねで、足の甲ではなくて、はい、なんかすねで蹴る競技で、それで結構硬くなりました。なんか骨折とか繰り返してたら、なんかいらんこと言ってもた。蹴りありとか言って。マジか。ミッド蹴って骨折あるんですか、その硬いミッドを蹴って。やっぱ試合とかでですかね。で、あ、でも会に行った時とか変な骨ざらしになってるようなサンドバッグ蹴ってもうかさぶたになって、なんかこう傷になって血だらけになっても大事になんか切らされるんですよ。過酷時代や。過酷でした。コン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 言ったっすね。そこまで振られてすねじゃなくて、これ多分嫌ですよ。実際嫌ですよ。じゃあお願いしてもいいですか。はい、ちょっとルールが15秒間ずっと殴り続けてもらって、はい、本気で来てください。え、本気で本気で来てください。もう殺すつもりで来てください。目つぶってもいいよ。絶対ダメだ。何のプレーなんですか。目隠しプレーも入ってくる。いや、俺痛がる言うとか見たいんだよ。絶対嫌です。ちょっと一回ローキックやってもらっていいですか。あ、はい、まず軽くぐらい、はい、おぉ
出川さんの爪の硬さが伝わってくる。いや、ちょっと蹴ってもらいたい。いや、本気で伝わってきます。びっくりしました。ビリビリ、すいません、もうきちいです。あ、爪硬いわ。まずはボディだけ。じゃあ、くっついてます。ボディだけとローダーでいって15秒。すごいです。お願いします。はい、始め。よし、一番硬いサンドバッグの高級なやつ言ってるみたいで、すね硬くなりますか？すね硬くならないですか？ここまで。いや、すごい。なんか人を殴ってる感覚じゃなかったです。嬉しいっすね。よくすげえ、みんな投げてもらった人には、はい、岩とか、はい、岩、はい、ジャンプ入ってるとか、瞬間上入ってるとか。ジャンプ2冊ぐらい入ってました。やばい。次ちょっとローキック見てるな。あのすねですからね。やっぱローキックの方が自信ありですか？ボディでもローキックでも結構いろいろ倒してきたので、はい、いや、なんかちょっと自信なくなりました。すごい、めっちゃこんな生物、同じ人間でいるんですね。それ多分自分の方が痛いですね。じゃあお願いしていいですか、ローキック。はい、はい、どれぐらいの割合に。もう本気で来てください。もういいとこ蹴っていいですよ。肉が薄いとこ蹴っていいですよ。インローもですか？インローだし、薄いからやめて。カーフキック。いや、薄いし、肉離れ。はい、よい、しょ、はじめー、しょ、はい、お、勝った、お、はい、うわ、硬い、はい、やー、おー、今の痛い、はい、やー、まだいきますよ、まだいきます、薄いところで、はい、やったーす、はい、まだいきます、はい、大丈夫です。本当ですか？はい、全然大丈夫です。え、足は、いや、ダメです、ダメです。大丈夫です。痩せ我慢です。やっぱオスの精神で。痛いは痛いってことで、はい、我慢するんです。そうです、そうです。やっぱ久保選手もおっしゃってたんですけど、ボディとローはオスの精神ですね。まあでも、あのキックボクサーはあれですね、あのちゃんとカットをして、こうやって蹴ってこないんだよ。なかなかの、ここなんか座ってる人しかいないと思います。あの久保選手からハート一押しいただきました。いや、すごいですね。蹴ってるこっちが不安になってきちゃいました。もっと前に出るのに大丈夫かなと思って。いや、本当今日は世界チャンピオンにそんな持ってこ、もっとこいつらも失礼なんですけど、やっぱ途中でアドレナリンがすごい出てくるんですよ。まだいけるって、もっと怖いってなってしまう。最後もう一個欲しがってもいいですか？はい、ボディとローいいですか？ザッザ合わせて、え、いいんですか？ラッシュみたいな感じ。はい、ちょ、何してるんですか？はい、お願いします。はい、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 ありがとうございました。やって、いや、こんな世界チャンピオンのキック、パンチ受けることないんで、大丈夫です、大丈夫です。いや、なんか本当に蹴ってるこっちを頑張ってしまう。すぐコンビニ行って、はい、アイシングします。空手家の打たれ強さを証明できたのではないかなと思います。はい、はい、久保選手の方のチャンネルでは、あの空手マッチ、はい、久保選手の方のチャンネルにも飛んで行ってもらって、動画を見ていただければなと思います。ありがとうございます。いや、本当になんか僕自身も、はい、まあ、精神ですとか、やっぱそれは同じ人間だから痛いとかやっぱ感じるんでしょうけど、はい、そこを耐える精神っていうんですか、はい、そこを言うの、こういうのできるっていう可能性をなんか見させてもらって、すごい勉強になりました。これ実はあれなんです、はい、空手界で言葉からオスの精神、オスの精神、はい、オスの精神と伝授できたのかなと思います。はい、オス、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。
はい